キンプリ5人に、ありがとう、平野、岸神宮寺の最終日にツイッター接見ずっとも、日テレジップ、お天気コーナーは、名曲セトリ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。QNG アンドプスから平野仕用、26、岸優ユータ、27、神宮寺ユータ、25、 が5月22日をもって脱退し、5人体制での活動に幕を下ろすことになる。翌23日からは長瀬恋24と高橋海人24の2人組となってグループ活動は続いていく。ツイッターはキンプリが接見。ハッシュタグ、キンプリ5人にありがとうがトレンド1位になり、メンバーやグループに感謝するツイートが相次いで寄せられている。 やば思ってた以上に悲しい5年間幸せだったなこんなに好きになれたグループ他になかった。ありがとう。みんな大好きだよ。ありがとう。それしか言えないよ。5人に出会えて好きになって死活ができて死がいることで心が安定することもボロボロになることも知った。本当に感謝しかなくて私の人生を豊かにしてくれてありがとう。さらに朝の情報番組ジップ。 日本テレビ系では天気予報のコーナーの BGM にキンプリの楽曲を流し、ファンが感動の声を上げています。女性誌ライター。四角デビュー前から続くキンプリとジップ。 のずっとも関係午前5時55分頃の天気コーナーではゴールデンアワー、6時24分頃には君を待ってる同57分頃にはフォーカス7時、37分頃にはラビン、いう番組、終了直前の8時59分頃にはデビューシングル、シンデレラガール、が、流れた。ジップ。では2018年のデビュー前から t n g アンドムスギ銀座デバット。から、 解決。k n g p n s まで4年にわたってグループの冠コーナーがありました。5月19日にはキンプリが番組内でシンデレラガールのジップスペシャルバージョンを披露するなどキンプリとジップの絆は非常に強い。 5月22日、3人の新たな挑戦に花を添えるとともに、残る2人の今後にもエールを送る意味もあり、金プリ祭りになったのではないでしょうか。全能。近く、まさか天気予報を見て涙ぐんでしまうとは思わなかった、金プリファンから裏。まさか天気予報を見て涙ぐんでしまうとは思わなかった朝からお天気コーナーで金プリの曲聴けた。 ジップからの愛を感じました。いつも寄り添ってくれたジップ。さん、ありがとう。ジップさん愛だね。もうダメだ。5人の歌声聞いたら涙が次々と出てくる。といったコメントが殺到。19日もそうだったが、22日もハッシュタグ、ずっともジップ、はツイッタートレンド入りするほどの盛り上がりを見せた。 お天気コーナーのキンプリのセットリストに大感謝そうした声も寄せられています。22日をもって平野さん、岸さん、神宮寺さんは脱退。平野さんと神宮寺さんは同日、岸さんは今週にジャニーズ事務所からも退場します。ただ、ジップ。 では今後も説に触れてキンプリの楽曲を流したり、長瀬さんや高橋さんが出演するといった交流が続いていきそうですよ。寝、ね、前での女性誌ライター。5月23日以降も5人のキンプリの楽曲は愛され続ける。四角、どんな格好でもかっこいいね。5人のキンプリ、適度なマッチョ感、超キメ顔のお揃いスイムウェア姿姿。グループの冠無理番組。 KNG& 日本テレビ系も5月20日のゴールデン SP をもって最終回を迎えた。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。